積み上げれるように、しっかりなんだろうなテーマを決めてでテーマを決めてそのテーマがクリアできてうまくできるようになったらまた次に行くようなでそういう感じでやりながら大きな枠をどんどん作っていければいいなと思ってるんで、まあ、なんだろうそのあんま欲張りすぎないでちょっとずつ積み上げていければいいなって